これから忍び神のセッションを始めます。プレイヤーの皆さんは自己紹介をどうぞ。学園のトムです。ハスバニン軍のキングオブサバスだ。学園のオベリスクフォース、赤はぐれ者の世界忍者連合、ヨハネ・ヨシコです。じゃあシナリオ始めます。皆さんはとある人物に集められてここにいます。誰だろうか。爽快でいいや。お前か。君たちに集まってもらったのは他でもない、指紋と呼ばれる血盟を討伐してもらいたいのだ。それはまたドリルで掘ってきそうな名前。奴らのリーダーである安草キリコ、最強を目指す彼女のもと、彼らは何でもしてきたわ。そして今回、ハスバ人軍が所属しているビルに侵入されたわ。そこに封印されている4つの部分を求めてね。つまり奴らごとビルを崩せばいいってことですね。ビルは奴らに襲われて絶賛炎上中です。のんきに話してる場合じゃない。というわけでバーって言ってはあって取り返してきてね。任せろ、プロフェッサーの仰せの通りに。お前裏切ったろ。あれは剣王さんが悪い。それであなたたちが現地へ行くとビルは炎に包まれ無数の死体が転がる地獄と化しています。呆然とするあなたたちの前に指紋が姿を現れます。あらあら、造園かしら。一応自己紹介しましょうか。私は最強の剣士、八つ草残子よ。剣王か。そんな四天竜坂なぎの応答術のファンブラーと一緒にしてもらえないかしら。これ指紋全員自己紹介してくれるんですか。してやろう。イカれたメンバーを紹介するぜ。私の師匠、清水白雲斎。でも階級は私より下。師匠抜かれてるやん。マガン使い、マンジ。我々のチームで最も卑劣。私も若干引いてる。夜将。ドン引きやで。そしてすでにこのビルにある4つの部分、ヒサメ、エンテイ、クロッチ、フーガの4本の魔剣は我々がいただいたわ。誰がどれ持ってんだ。ヒサメは私、エンテイは師匠、クロッチはマンジ、フーガはヤシャオウが持ってるわ。そして我々とあなたたち、お互い4人、少しゲームをしない？デュエルか。違う、それに私はバトスピ派よ。こっちはガッシュベル派だ。じゃあミカサール使うわ。ゲームというのはこの4本の剣を互いに奪い合うというもの。リミットはこのビルが崩れるまで。最後に多く剣を持ってた方の勝ちよ。ビルは私の見立てでは3サイクル後に燃え尽きる気がするわ。具体的な説明ありがとうございます。あとは確か身からの刑事があったから言うけど、3サイクル終了時にあなたたちの誰かが私の居所を知ってた上で、4本のうち2本をあなたたちが持ってないとクライマックスには入らないわ。ここでキリコのハンドアウトが公開されます。八つ草キリコの、指名、追手をすべて倒し、最強の剣士となる他の3人のハンドアウトも公開されますが、これはエニグマとして公開されます。ヤシャオウの、偽装、指紋、の中で最も卑劣な男として知られる、清水白雲斎の、偽装、キリコを育てた浪人者、恐るべき作詞だと言われている。マンジの、偽装、溶岩、のマンジと呼ばれる魔眼使い、人の心を操る忍法を使うという。シーン量は通常シーン量を使いますが、一部シーン量が消えています。清廉な気配が漂う森とか酔っ払いの怒号とか。なぜだ、そりゃあな。あなたたちの全員の使命は共通です。全員の、使命、あなたは、指紋、を捕らえるために結成された血盟に属する忍者だ。あなたの、使命、は、血盟、指紋、を倒すことである。即席か。次回へ続く。トムの、秘密、あなたは、指紋、の一人、ヤシャオウに仲間を殺されている。あなたの、本当の使命、はヤシャオウに勝利することである。じゃあメインフェーズ入りますよ。誰から行動しますか。じゃあ電撃マンに感情結びに行こうかな。これは夢か。もう終わったはずの過去、しかしそれを忘れることはできない。これは残ってんのかよ。夢か。炎を見てると私がこの前立ち上げたサイトが炎上したことを思い出す。何やってんだお前。黒歴史たっぷりですから。やあおべこさん、暑いですね。機械にはよろしくない環境だ。少しでも涼しくなるようにバケツリレーで水運んできますね。分身の術成功ですね。とりあえずこのビルの炎を消すぞ。あ、友情取ります。そんな姿を見て私は狂心。いいですねこの感じ。ダイヤに乱れなし。なんで今電車用語使ったんだろう。知らんがな。じゃあ次行くぞ。強い雨が降り出す。人々は、軒を求めて、大慌てて駆け出していく。雨が降ってきたな。あれ、沈下する。これもなんで残ってるんだ。とりあえずコンビニ入って、ガリガリ君ください。一つつ。成功、今回は神通眼だぜ。で、そのままおべこにガリガリ君を渡しに行く。こんにちは。どうしたんだ。これ差し入れです。私にはないの？あるぞ。なんだってコンビニ中のガリガリ君を買い占めたからな。やったぜ。なんという経済力だ。そしてこの燃えているビル対策に、クーラーボックスに入れていた。そして背景で獲得した予言の子を使って自動成功する。
このガリガリ君は当たりだ。強振。修正。ここでマスターシーンが入ります。バスのところにキリコと白雲祭が現れます。マスターシーンで戦闘仕掛けられるやつかな。やめて。目と目があったらポケモンバトル。戦闘開始です。八草キリコが勝負を仕掛けてきた。まあ乱入するか。ダブルバトルかな。とりあえず。お前ら、カラクリ術はどれくらい遠い？ 5 と 6? 10? というかドムさんが今のところぼっちなんですけど。何もしてないのに戦闘が始まってる。じゃあプロット決めて、一斉のせいでー。バスに対して白夜をしよう。何？チェキ。チレ、千本桜。5だけど早手でファンブル値が3になってるから成功。あやさき、早手のごとく、の早手ではない。白夜は体術以外で避けるとマイナス4修正がかかるぞ。これは無理だな。ガリガリ君の霊だ。感情修正。じゃ、こっちも演出修正しますか。目と目があってポケモンバトルが始まっただけだけどどう演出するんだ。じゃあ、隣の部屋から急に火の気が、熱い。まあなんともならないんだけどね。戦闘脱落です。あの子強い、勝てない。バスがブロしてシステムから脱線してしまうとは。バスの仇、キリコ二文国だ。は、避けたぞ。じゃあ次は白雲祭だけど。接近戦攻撃。さては攻撃忍法ないな。魚木。じゃあ次のターンだよ。ここは、勝ち目的に引くのもありだな。いや、アカデミアに退却などない。戦闘続行だ。一斉のせいでキリコ二文国だ。成功。ち、避けれんか。だがそのまま白夜だ。成功。絶対防御だ。い、命だけは助けてくれ。そしてユリネと転校生で取った支柱の日の見切り判定。キリコは見切れず、白雲祭は見切った。接近戦攻撃。避けた。ターン終了時、誘導を発動。成功。戦場を高所に変更。そして次のターン、一斉のせいでー。届かん。同じく。じゃあ最後のターン、一斉のせいでー。高所は怖いが、門国。成功。避けたが、こっちからは届かんな。戦闘終了です。勝てなかったが、負けないだけよしとするか。メインフェーズに戻りますよ。じゃあヤシャオのエニグマ暴きに行くか。大きな風が吹きすさぶ。髪の毛や衣服が大きく揺れる。何かが起こりそうな予感。スカート付きと呼ばれた私のスカートがめくれ上がってしまう。ようヤシャオ。お前は、ドム。私のめくれたスカートに釣られて出てきよったな。盗撮してやろうという私の卑劣さをついてくるとは。マシンフェチはちょっとな。という衣装術。成功。ヤシャオのエニグマ、毒まんじゅう、が全体公開されます。効果は朗朗ガンを使った時に集団戦ダメージ1、解除条件は自動なので解除されました。これ残り2人陣痛ガンとトンコーフの可能性ありますよ。それなんだよね。ジジイの恨みを晴らすためにジジイのエニグマ公開するしかねえ。強い雨が降り出す。人々は、軒を求めて、大慌てて駆け出していく。ビルにまた雨が降ってきた。そりゃスプリンクラーも作動するわな。ヨハネ、お前だったら奴のエニグマを解除できるはずだ。頼んだぞ、俺が伝達術で様子は聞いてるから。よージジー、会いに来たぞ。何やつ？ふふふ。自己紹介をしてやろう。陰と陽、光と闇は交わることのないカオス。ヨハネ、ヨシコ。わぁ。さあ、お前の秘密を数えろ。伝達術だ。成功。白雲祭のエニグマは、一騎打ち。クライマックスの戦闘が NPC との1対1になります。解除には計画判定地のりが必要です。計画判定ってことは、行動消費か。余裕ができたら解除って感じですかね。まずはプライズに本手に入れないと。ってことらしいですよ。おべこさん。なるほど、さすがヨハネだ。あ、これ1メートルぐらいの距離で電話してます。そして1サイクル終了時にマスターシーンが入ります。ドムのところにキリコとヤシャオウが現れます。あ、一番どうしようもないところに来た。目と目があったらポケモンバトル。このモノアイと目が合うというのか。1対2か。今回は特別に戦闘開始前に降参していいですよ。戦果はいただきますけど、なんか1対2で勝つ超ウルトラな技ありません。相手のキャラシ破るとか。そんな技はないな。12機もドム持ってないから逃げるわ。さて、どんな戦果を奪われるか。ヤシャオウはドムに殺意を抱きました。次回へ続く。これから2サイクル目に入りますよ。じゃ、行きますかね。あまりのエニグマかキリコの秘密どっちがいいですかね。なんとも言えないよ。協力型かなと思いつつまだ疑念は捨てきれてないからね。それに味方でも後ろから殴られるかもしれないからね。おやおや、まあマンジ君のエニグマ抜きに行きますか。雨です。またスプリンクラーか。雨空
ってんな。やあ、万事くん。やあ、お前は。って普通に返事しちゃったよ。敵なのに。よう最近どうよ。いやあ、キリコさんマジ人使い荒いわ。マジでこんな会話してても目と目は合ってないんだろうな。あったら戦闘始まるし。あさっての方向向きながら会話してる。こっち向いてないならその間にエニグマ抜くか。ここ燃えているビルなんですよね。そうだよ。見てないよな。見てないよな。ドン。うわあ。なんてことを。というか術。成功。万事のエニグマは、洗脳。効果は PC の誰か一人を裏切らせることができる。ほう、洗脳。つまり今現在一人洗脳されて裏切っています。解除は計画判定同術。え、誰か。誰も秘密調べてないからわかりませんよ。とりあえずシーン終わらせますか。へ。燃えてやんの。ばっかでー。人生のレールから脱線するからこうなるんだよ。ひゃ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 。単に嫌がらせに来たみたいな。さてと、いい加減プライズ奪うべきだとは思うが、裏切り者に殴られる可能性。ま、居所探るか。最悪居所ばらまけばいいし。とりあえず診療。凄まじい人混み。喧騒。影の世界のことを知らない無邪気な人々の手柄話や無駄話が騒がしい。これもなくなってねえのかよ。私もびっくり。しょうがない。私が人混みを作りますか。分身の術？さあ、場は整えたぞ。完璧だな。そして傭兵術でこの分身を使え、万事の居所を調べよう。成功。居所ゲット。そして一応ドムさんにも受け渡しておきます。そして電撃作戦で戦闘を仕掛ける。成功。万事に戦闘を仕掛けるぞ。万事は絶賛燃えています。熱い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 。やつのせいでそんな。とりあえず、乱入するか。忍びが未開の暴走機関車と呼ばれる私が乱入しないわけがない。影分身、例のやつをやりますぜ。失敗、何しに来たんだ私。じゃあ一斉のせいでー。とりあえずズムとして言うことは、勝利者になりなさい。勝利者になりなさい。いるなぁ、おるなぁ、ヨハネお前か。わからんわからん。ただ私は、なんということでしょう。よくわからないけどバスを殴るぜ。やっぱお前か。ま、接近戦攻撃なんですけどね。接近戦攻撃。成功、食らい上がれ。目標値7。感情修正。一度のファンブル。さすがにダメだ、鎮痛感。危ねえ、ギリ成功。感情修正しといてよかった、く。私の電車殺法が、どうやらダイヤの乱れがあったようだな。完全に電車キャラになってらっしゃる。もうこれで行こうかなと。万事に接近戦攻撃、グーパンチ。成功。7で避けれるぞ。避けれない。よくやった。燃えてる上に殴られたらそりゃ万事くんも脱落するよ。ヨハネに門獄だ。なんで、だって脱落できないでしょ。なぜ私が裏切り者と確定してるかちょっとわかんないんですけど。我を殴ったからだ。おかしいなぁ。ダイヤの乱れはなかったはずなんだけどなぁ。成功、傭兵術ですね。傭兵、へぇ。あばよ、まさか私が脱線するとは思わなかったぜ。で、お二人さんどうします。どっちがプライズ持ってるか。そういうの関係なしに一旦私にくれませんか。お前は黙ってろ。いいじゃないですか、黒土くださいよ。黒土マユリ。マユリといえばヨハネじゃないですか。私が持ちたいな。まあいいけど。じゃあ戦闘終了です。黒土くんはもらった。じゃあ、例のあれいいですか。どうぞ、あばよ、忍術。おかしいなぁ、一回しか殴られてないのに頭痛がすごいなぁ。火事で酸素足りてないのかなぁ。さて、またマスターシーンが入ります。おべほのところに万事とキリコが現れます。返してもらうぜ。俺の黒土、辛いんだよな。最高で3対2にしかならないし。来るしかないよな、お前。殺す。さすがにこの展開は行きたくないな。さすがにここは降参だ。ぐへへへへ。じゃ、黒土は返してもらう。え、黒土といえば私、渡さねえよ。じゃあ次。凄まじい豪華。このシーンに登場するものは、技術？分野からランダムに特技を選び、判定を行う。失敗すると射撃戦1ダメージを受ける。はぁ、仕込み、急だよ。ダメみたいですね。燃える風呂、万事の隣でバスも燃えています。万事はさっき黒土取り返してたけどきっとそれも燃えながらやってたんでしょう。よしこの洗脳解除するか、とりあえずよしこのニコ生を見よう。ようこそ、リトルデイモンたち。私は今燃えているビルの中から放送しているの。誰か助けてくれないかしら。助けてくれる方はご覧の宛先まで。よしこの洗脳解くぞ。鎮痛感。どうしようもない。ダメだこや。とりあえず洗脳は解けないってことで。一つを使おう。先になぜやんなかった。目標値6を連続失敗するとは思わん。一つは成功。ご覧の宛先まで対処法待ってるぜ。次行く。凄まじい豪華。イカ略。さっき聞いたよ。経過とともに診療がどんどんこれに変わってってるからね。
でも雨は降る。一生消えない。一番最初に消せよ。燃えなかった。まあ機械の体ですし、バストマンジはまだ燃えているというのに。熱いよ熱いよ。熱いよ。この物相手奴の洗脳を解く。奴の洗脳がかかっているポイントを狙うんだ。見つからない。トンコーフだ。お前、燃えるのか。セーフ、燃えない。じゃあ振り直すぜ。これはもう無理だな。これ、クライマックスに行かないな。バスにキリコと白雲祭が戦闘を仕掛けてきます。目と目があったらポケモンバトル。キャンセルだ。じゃ、白雲祭がバスに殺意を抱きました。2サイクル目は終了。次最後のサイクルですよ。次回へ続く。これから3サイクル目に入ります。このサイクル中に日本プライズ奪わないかんのか。あと道術も解除せんと。またはレイクノー。それしかなくね。生命力ガンガン削れてんだけど。心労で出さなきゃいいのよ。凄まじい豪華。あ。足りない。はい、なんでさ。すでに満身創痍だ。もう一つは使わん。解除している間にボロボロだよ。さて、洗脳解除だ。成功。よしこは、賞金に、戻った。は。私は今まで何を、してたというとニコ生で生放送してたんですけど。これ真っ先に死ぬな。みんな、一緒に指紋倒そうぜ。まずはプライズ奪いに行かなきゃな。もう一つ1対1になるのもあるからね。それも考えないと。それ私がやりましょうか。今だったら協力できますぜ。完全に忘れているようだが、キリコの居所も持ってないとクライマックスいけないからな。完全に忘れてたぜ。あーこれ今気づいたわ。洗脳と枯れない方が良かったやつだわ。死ぬ時はみんな一緒だよ。脱線した暴走機関車を元のレールに戻す行為はいかがなものかと。これはドムさんに居所探ってもらった方がいいのか。協力型だとしたらまだ誰の秘密も知りませんもんね。だけどメタ読みするならそこまで難易度高いかなって話です。一つせこいこと考えついたけど、まあいいや。じゃ、無難にキリコの居所調べるか。お願いします。もう私はこっち側になるしかないんで。死ぬ時はみんな一緒だ。なんで引き戻したんや。洗脳されている方が幸せやったわ。凄まじい豪華。一ゾロ。まあまあまあ、ここでファンブルする分にはまだ。とりあえずダメージとファンブル量でどうぞ。ランダムに選んだ変調ですね。故障ですね。プシュプシュ。ドムが故障した。ホバーが壊れてしまった。ホバー移動ができないから歩いていくしかない。足が壊れているから分身して人海戦術でキリコを探すしかねえ。成功。キリコ見つけたぞ。ふ、女子トイレにこもってれば見つからないと思ったのに。で、マスターシーンは当然あります。我か。目と目があったら合わない。キリコはバスに殺意を抱きました。じゃあやるか。燃えてるか。ボーボーボボボボボボボ。成功。さて誰に電撃するか。とりあえずキリコは論外。死ぬ。あと白雲祭には奥義は知られている。ヤーシャオー君、遊びましょ。グライダーで飛ぼう。成功。電撃作戦だ。ここで失敗すると詰むぞ。陣痛弾あってよかったわ。そんなことなかったわ。ああ積みました。まだ積んでないけどな。次ヨハネが一本奪うじゃん。そんで3サイクル目の最後のマスターシーンで戦闘を仕掛けに来たキリコから奪う。ああ、登場してトンコーフを奪う。燃えようが構わん。燃えなかった。トンコーフもらったことでもう一回触れる。よし、ヤシャオー、覚悟。当然乱入。我もだ。く、3対1とは卑劣な。てめえらもさっきからやってたことだろ。自分たちがやる分にはいいんです。というわけで戦闘開始です。ヤシャオーは影分身。成功。兵糧丸からの影分身。成功です。一斉のせいでー。じゃあ影分身組はもう一回一斉のせいな。運命の。考えろ私。じゃあ一斉のせいでー。よっしゃ、呪術でによる接近戦攻撃、くらえ中にアタック。成功、ヤシャオウ君は目標地中かー。避けたわ、ヤシャオウ。接近戦攻撃。ダメだー、魚火。よしこに爆破だ。成功。避けたぜー、ヤシャオウに門国だ。成功。避けた。ヤシャオウ君強い。影分身。同じく。成功。じゃあプロット決めて一斉のせいでー。じゃあもう一度一斉のせいでー。呪術で接近戦攻撃。中二のザレ事を食らえ。成功だぜー。さすがに避けれん。だがまだ攻撃はできる。魚に。戦闘終了でーす。さて、誰が持ちます。最後に取り返しに来られることを考えると、そうなると感情たくさん持ってるオベフォアか。じゃあもらうか。鉱石戦2点ゲットだ。じゃあ最後、シーンロー振ってから考えますか。
凄まじい豪華。燃えました。じゃあ、回復しますか。それとも一騎打ち解除します。一対一の時に誰が来るかによるんだよね。基本的に対応するやつが来ます。じゃあ私は、キリコ、ですよねー。そのためにも回復、待ってろよキリコ。ビル燃えてるなぁ、暖かいなぁ。果術？その炎でダメージ食らったのにそれで回復するという。成功、復活の戦術。はい、マスターシーンです。キリコとヤシャオウがオベホの元に来ます。目と目があったらポケモンバトル。ついでに刀返してもらうぜ。デュエルだ、デュエルだ。しょうがないな。てめえらを黄色い線の内側に下げてやるぜ。戦闘開始です。影分身。同じく。成功。スペシャル。じゃあ一斉のせいでー。じゃあもう一回ですね。一斉のせいでー。ターメント。よし、キリコに接近戦攻撃だ。成功だぜ。は。目標値7だ。生き足りない。倒したぜ。雑魚、指紋抜けるわ。ヤシャオウにもんごくだ。成功。避けれない。ヤシャオウくんの居所入手してたから2点だ。何か急に指紋弱くなったぞ。ははは、誰が味方についてると思ってる。とりあえずキリコの持っているヒサメ欲しいです。これからキリコと戦うし。じゃ、これでメインフェーズは終了。無事クライマックスに入れます。やったぜ。次回へ続く。じゃあ誰から行きますか。我からだ。早い。我は単体だとクソ雑魚なんだよ。バスの前に清水白雲斎が現れます。キングよ、お主の会社の株券の5割。もらい受ける。それはダメだ。行くぞ。じゃ、プロット決めてー。なんで清水白雲斎電撃作戦とか持ってるの。一斉のせいでー。届かん。同じく、ラバターン終了時に移動を使うぞ。成功、戦場を交渉に。そしてわしは戦場の極意の効果で交渉の影響を受けん。ついでにあらゆる判定にプラス1じゃ。じゃ、次のターン。エヌマ、エリッシュ、クリティカルヒット。ぬぅ？接近戦攻撃。魚に。白雲斎の扇破りはいくつ？エヌマ、エリッシュは掘削術でしょ。11っす。あれ、勝てそうだぞ。互いに届かんな。当然エヌマ、エリッシュ。扇破りは失敗、白雲斎はやられました。見たか。バッツエー、あいつ扇しかうたんから白雲斎の判定妨害が死んだ。なんで勝ったんだろう。じゃ、続いてオベホの目の前にマンジが現れます。アカデミア。ミルさん、は、カード貸して持ち帰ってやろう。じゃ、一斉のせいでー。接近戦攻撃だ。私はアンティクギアハウントドッグを召喚。指定特技はカラクリ術だ。あの、カラクリ術目標値12なんですよ。そりゃ無理だって。扇を使うぞ。 Y 極のマガン範囲攻撃だ。あれ、曲がれー。ハリボテレジー、命だけは助けてくれ。一発目は防がれるとして、見切り判定。うわー、見切れねー。やっぱ支柱の必要いわ。あれ、これ学園のキャラだよな。じゃ、次のターン。仲良し、範囲攻撃と同じ威力のアンティクギアたちが貴様に襲いかかるぞ。接近戦攻撃。だから12とか避けられないって。くそったれー、範囲攻撃だ。命だけはやめてくれ、助けてくれ。見切り判定も目標値10だもん、見切れねえよ。なんで白雲斎も万事も相性悪い奴が相手なんだ。この即席チームを集めた爽快三強流能。範囲攻撃。扇破りはできないから、命だけはやめてくれ、助けてくれ。今度こそは見切る。見切れない。サーモン国だ。あ、魚に。私のさっき1対1を解除しなかったのは神の采配だったのではないか。範囲攻撃じゃ、命だけは見逃してくれ、助けてくれ。見切れねえ、なんだこれ。いけ、カオスジャイアント、接近戦攻撃。成功。まあ避けれるわけもないんだけどさ。範囲攻撃。普通に扇破り、とうとう普通に破られたよ。あと一発だ。頑張れカオスジャイアント。範囲攻撃。扇破り、なんでそんな目標地球を連続で出すの。さっきまでのダイス運のつけ。さあとどめだ、いけカオスジャイアント。成功。マンジはやられました。とりあえずカード貸しといてやろう。じゃあ次、ドムのところにヤシャオウが現れます。貴様を解体してジャンクやに売り飛ばしてやる。影分身。成功。しかしマンジ優しかったな。命乞いしてたら助けてくれたよ。一斉のせいでー。ここに行くぞ。爆破で攻撃。成功だぜー。避けた。扇を使うぞ。ジェットストリームアタックだ。クリティカルヒット。残り1点。だがジェットストリームアタックは分身の術だろ。なら5で破れる。次からは食らわん。影分身。成功。
まあ1しかないから、2に1しかないんだよな。電動で攻撃。1ゾロファンブル、鎮痛弾。スペシャルだ。威力上昇ですね。まあ今は関係ないっちゃない。5ダメージになった。避けれん、不死身を使う。4回復、そんで生命力5になって、5点食らうから。夜叉王撃破、ここに来てみんなサクサクプレイがすごくないですか。大鳥は君だよ。言っておくが、キリコは他の3人とは格が違うよ。ですよねー。やっぱり一騎打ち解除しとくべきだったんじゃないかな。せっかく仲間にしてあげたというのに、裏切るというのね。一度は脱線した身だが、やはりレールこそが思考。お前も正しいレールに戻してあげる。ほざけ。私の剣の錆にしてやろう。影分身。成功。当然6だ。やるしかないよな。生命力1点を犠牲に。甘きつね。短期決戦で行くしかねえ。行くしかないよな。当たれー。逆投げだな。ダメじゃねえかー。お前死ぬぞ。まだ戦える。おうぎ、陰陽身体。クリティカルヒット。もうこのタイミングで使うしかねえ。おうぎ、ナメック細胞。不死身。最大値出ましたよ。前回、リ、ボーン、こんなんじゃ死んでも死にきれねえ。当然影分身。成功。虎穴に入らずんばこじおえずね。当然6、防術を犠牲に。甘きつね、当たれー。成功。避けたわ、そのままクリティカルヒット。扇破り成功。勝てるのか、勝つんだよ。影分身。成功。はい6、互いに間合いがないからこうならざるを得ないのか。同じことをやり続けるしかねえ。1ゾロファンブル。ファンブル効果はセーフ、何もない。クリティカルヒット。破ったぜー。影分身。成功。あ、ダメージ減らしに来た。ま、5に1しかないんですけど。相手常人なんだよな。扇あと1個見てないんですよね。私が散々やったところで絶対防御される可能性。そういやキリコまだダメージ食らってないのか。ま、やるしかないんですけどね。成功、当たれ。避け。出ない。よっしゃ、絶対防御使わないか。じゃあもう不死身やん。だが、クリティカル。あ、ここでダイス腐ったか。不死身不死身不死身。扇破り。完全成功。これは、死ぬ。格が違った。さらばだ。なかなか面白い戦いだったぞ。回想シーン使えばよかったのに。完全に忘れてたぜ。あ、そうか。攻撃当てた時に回想シーンで火力上げれば倒せてたのか。ま、同プロットだったから相打ちだけどね。じゃ、勝者組は戦果をどうぞ。これがないと使命達成できねえ。できねえ。プライスもらえ。我が宝物このコレクションに加えてやろう。万事に愛情の感情を抱かせる。カード化した万事は持ち帰ろう。任務を終えた忍びたちは総会に報告に行きます。私は、いますよ。総会、総会。なんというか、絶対レイド。そう。キリコには逃げられてしまったのね。やはりキリコは他の3人とは格が違ったようね。文字通りね、格が違いましたわ。だがまあ他の3人を倒し指紋は実質解体。ブブも4つのうち3つが帰ってきた。最善とは言えないまでもなかなかの結果だったわ。私の相手だけなんか違くね、だったんですけど、一騎打ち解除しなかったからしゃあない。どんまい、でも。まあ、一騎打ち解除してなかったら初手死んでたやついたんで。せやな。とりあえず洗脳ルートで行くとしたら一番の失敗は自分でエニグマを調べたことですかね。ま、お疲れ様。とりあえずは傷を癒すといいわ。リトルデイモンたち。以上で私の生放送を終了するわ。ここまで放送してたんかい。相当のグロ画像が流れてたぞ多分。次回またお会いしましょう。ヨハネの元に、ビルから脱出したやつふさきリコは一人夜道を歩いています。お、私が腕一本になるまでダメージを与えた女じゃないか。まったく。私以外全員やられるなんて。情けない奴らね。ま、最強の剣士になるために人を切って切って切りまくるのに仲間はそこまで必要じゃないわ。ああ、今が戦国時代なら切る相手に困らなかったのに。ご視聴ありがとうございます。これにて本動画は終了です。作中で判明していないキリコやプレイヤーたちの秘密は、シナリオ集買って確認しましょう。それではいつものごとく皆さんからコメントもらってるのでどうぞ。今回動画を作るにあたってお借りしたたくさんの素材元様、最後まで見てくださった視聴者の皆様、
誠にありがとうございました。それでは次回作でまた会いましょう。